い、どうもこんにちは、プロボーラーの水木です。いつもありがとうございます。今日はですね、前回レビューをさせていただきましたナノデスアキュライズ10、非常にいいボールでした。で、1個だけ投げてるとね、じゃあ他のボールと比べてどうなんだよということで、今日同じ ABS さんから発売しておりますね、ちょっと紙系クルーズブラックベリー、どっちもね親指の近くにマスバイスを持ってきた、いわゆる手前は滑ってってくれて奥で動きが出やすいようなレイアウトしたボールの比較をしてみたいなと思います。ナノデスはパールです。クルーズはハイブリッドです。どっちもピカピカでパール感に見えるんですけど、ですので個人的な見解ではクルーズの方が若干噛むんちゃうかなと思ってます。で、こっちのナノデスの方がパールな分だけ手前が滑るんじゃないかなという感じなんですけど、まあ、表面仕上げとかコアの形状とか数値的にね、ちょっとあべこべになるかも分かりませんが、ちょっと自分もこれ初投げで楽しみです。つぶやきながら投球してみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは行きたいと思います。まずはね、カバーが強い方であろうクルーズブラックベリーを投げてみたいと思います。レーンコンディションは優しい、簡単。はい、行きます。うん、簡単。ちょっと行き過ぎましたけどね、ピョーっと行って緩んだようなイメージやけど、ポケット、この前ね動画撮らせてもらったナノデスに関してはもうちょっとしっかり動いてきたのでね、ひょっとしたらこれスローで見たらクルーズの方が側が強い分だけ今ひょっとしたら噛んで緩かったのかも、ちょっと自分の肉眼で見にくかったんですけどね。はい、もう一回行きます。ちょっと打ち行ってしまった。はい、かもです。やっぱりクルーズの方がちょっと髪が強いのかな、おとなしい感じがしますね。かなのですが異常に切れるのかっていう感じ、ちょっと今の発言でわからない方はね、ぜひ前のなのです投げてみたという動画を見ていただきたいなと思いますけど、まあそのなのですを今から投げますのでね、これを見ていただければわかるかな。はい、行きます。キュライズ10、これね、これむちゃむちゃ動いてきましたよ今ね。えクルーズと別もんやね。クルーズはクルーズでいいんですよ、むちゃむちゃ好きなボールなんで出してきたんでね。それよりもまだ切れるね、やっぱ最初の印象は正解やったんですわ。なんじゃこりゃって思いましたもんね。はい、もういっちゃう。これね、切れる横からほら、切れるからピンアクションが暴れとるっすね。すごい、これは絶対ね、寿命はどうかわからんけど鮮度を保つときたいからあまり投げんどこ、これはあかんわ、試合まで出さんどこ。はい、ということで次は2回ずつ投げたのでブラックベリー戻します。これもね全然いい球やから大事に置いてあるんですけど、ちょっとキャッチが強いねやっぱりね。これちょっと同じように出してみたけどね、やっぱり明らかに手前がハンドル、もう見て分かりました、今自分の肉眼でも分かるぐらい手前が止まった、はい、やっぱり摩擦が強いんだわこれね、クルーズの方が。はい、もう一丁、うん、ちょっとあえて逆に左寄りました。ちょっとオイル残ってそうなところへ入ってふんわりと右向けましょう。こういう感じでどうね、やっぱりちょっとオイル使っても曲がってきたね。はい、ということですごいね、全部ストライクやね今。あ、ちょっとまあ今6回投げた感じではオイルが多い時にはクルーズを投げるし、ちょっと薄なってきたけど行って戻ってほしい、切れてほしい、最大限にバックエンドリアクション欲しいっていう時にナノデスを投げそうな気配
ですね。これ外の遅いところが出たら届くもんね。前回同様これね、ここから届くんよ。ほらなんだこの動画ストライクを出す動画になってるけど、こんな簡単にストライクって続くもんですかね。俺、僕この前のシーズントライアル12ゲーム投げて最高がターキーやったんですけどね、フォースが1回も出なかったんやけど、レーンコンディションでやっぱり人に操作されてるのが丸分かりやねこれね。こんなストライクを簡単に出るもんなんやね。はい、行きます。これまたええんちゃう？これすごいね。てか8回全部ストライクやから、もういつも9フレテンフレはこのボールとこのボールやりますって言うけど、ちょっとナノです投げていいかな。いや、どっちもええボールなんですよ、全部ストライクやから。てかボール変えても全部ストライクってどんなレーンやねん。はい、9フレ、ちょっと緊張してきた。あ、うちや、やばい、天秤や。ほら言うた通りや。すごいでしょ、僕正直でしょ、投げた瞬間分かるんですよ、天秤って。まあ、面白い動画じゃなくなってしまいました。はい、スペアボールありませんので、なので、ね、天秤取りたいと思います。はい、行きます。はい、OK。 あれね、ちょっと危ないよね、動いて最後ミスりそうですよね。キレがすごいから天秤の手前もよう切れる。はい、ということで残念ながらパーフェクトチャンスは逃しましたので、最後おさらいでね、ボールの使い分けをやりたいと思います。はい、じゃあまずね、クルーズはやっぱりちょっとオイルを使って、今アキュライズで天秤やったとこぐらい内側使ってもカバーが強い分倒れるんじゃないかなと思います。はい、だからちょっとスピードはその代わり殺し気味じゃないとあかんやろね。こういう感じでちょっとスピード抜き気味の、行き過ぎた、抜き気味のオイルを使いのみたいな感じに思います。クルーズは曲がるボールって認識しとったのに、なのでその方が曲がるね、奥はね。いやー、これまた持っていくラインナップが変わってくるわ。はい、スペア行きます。これ戻るはずやね。はい、テイク。よっしゃ、最後なのですね、締めたいと思います。間違えたら皆さん、クルーズも A ボールですからね、ちょっとオイルが多い時に使わなあかんっていうだけの話ですね。よし、よし、いきます。最後しっかりストライク出ますように、打ちミスしませんように。お、あ、出過ぎた。はい、というわけでね、なんとびっくり、途中まで全部ストライクで、あとストライクなし266。まあでもね、2回ずつ投げたから全部ストライクやったっていうのは良かったですね。やっぱりちょっとね、クルーズの方が光ってるんですけど、ハイブリッドなんで若干髪が強いかなというふうに思いました。なのでその方は、多分強めのパールだと思うんですけど、触診力しっかり出て、奥の動きが、前回の動画同様ボール半分ぐらい余分に曲がるんでね、ちょっと計算して合わせに行ったらすごいいいボールだと思いました。というので、立つ位置がだいたい2枚ぐらい違ったかな、今ポケット行くのにねっていう感じでございます。はい、というわけで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。